ユーゴスラビア紛争は、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国解体の過程で、起こった一連の内戦である。1991年から2001年まで主要な紛争が継続した。なお、セルビアは、コスボの独立を2021年時点でも認めておらず、政治的、民族的対立は一部地域で、現在も続いている。ユーゴスラビアの地図。黄色がスロベニア。 赤がクロアチア、ノーハイ色と灰色がボスニア・ヘルセゴビナ、青がセルビア、薄青色がコソボ、薄緑色がモンテネグロ、オレンジ色がマケドニア共和国である。被害に遭った建物第一次世界大戦後、敗戦したオーストリア・ハンガリー帝国は解体され、バルカン半島西部にセルビア王国主導の元ユーゴスラビア王国が1918年に誕生した。 建国時から多民族国家であり、主導的な立場のセルビア人に対する、クロアチア人ら多民族の反感といった問題が存在していた。第二次世界大戦で、ユーゴスラビア王国は、ナチスドイツ、イタリアや、他の東欧枢軸諸国に侵攻され、侵攻に参加した各国に併合された地域や、占領地、傀来政権の支配地域に分断された。 ヨシップブロズチ島は民族を超えてユーゴスラビアパルチザンを率いて通軸国と戦ったもののクロアチア独立国のウスタシャがセルビア人を虐殺し一方で崩壊したユーゴスラビア王国軍のセルビア人将兵が組織したチェトニックはパルチザンやクロアチア人を攻撃したクロアチアセルビア双方の民族主義者による敵対勢力への蛮行は遺恨を残し 後のユーゴスラビア内戦においても論争の的になった。パルチザンはイギリス軍などの連合国側の支援を受け、数軸軍を駆逐してユーゴスラビアの独立と統一を回復し、王政ではないユーゴスラビア社会主義連邦共和国を建国した。この国家は、後に7つの国境、6つの共和国、5つの民族、4つの言語、3つの宗教、2つの文字、 一つの国家と言われるほどの多様性を内包していた。戦後の世界では、アメリカ合衆国を中心とする西側陣営とソビエト連邦を中心とする東側陣営が対立する冷戦が始まった。ユーゴは地頭が共産主義者である東側陣営に属するが、ポーランドやハンガリー、ルーマニアなどの東欧諸国とは違い、ソ連の衛星国ではなく自主管理社会主義を掲げる。 独自の社会主義国家としての地位を保っていた。地党のカリスマと兄弟愛と統一の理念に基づく国内融和政策によって国内の民族主義者の活動は抑制され、ユーゴスラビアに統一がもたらされていた。1990年近くになるとソ連国内においてはミハイル・ゴルバチョフ指導による民主化が進み、ベルリンの壁崩壊やルーマニアにおけるニコラへ、 チャウシェスク諸系に代表される東欧民主化で東側世界に民主化が広がり社会主義政権が相次ぎ崩壊した。ユーゴにおいてもユーゴスラビア共産党による一、党独裁を廃止して自由選挙を行うことを決定しユーゴを構成する各国では死党時代の体制からの脱却を開始する。また各国ではスロボダン・ミロシェヴィッチやフラニョトジマンに代表されるような 民族主義者が政権を握り始めていた。ユーゴの中心であるセルビア共和国では大セルビア主義を掲げたスロボダン・ミロシェヴィッチが大統領となり、アルバニア系住民の多いコソボ社会主義自治州の併合を強行しようとすると、コソボは反発して1990年7月に独立を宣言。これをきっかけにユーゴスラビア国内は内戦状態となった。 1991年6月に文化的、宗教的に西欧中央に近いスロベニアが10日間の戦闘により短期間で独立を達成し、ついでマケドニア共和国が独立。ついで歴史を通じてセルビアと最も対立していたクロアチアが激しい戦争を経て独立した。ボスニア・ヘルツェゴビナは1992年に独立したが、 国内のセルビア人がボスニアからの独立を目指して戦争を繰り返した。セルビア国内でもコソボ自治州が独立を目指したが、セルビアの軍事侵攻によって戦争となった。その後、コソボ地域のアルバニア系住民がマケドニア国内に難民として大量に押し寄せてたことからマケドニアにも飛び火した。 スロベニアやマケドニアが比較的スムーズに独立を達成した一方で、ボスニア・ヘルツェゴビナやクロアチア東部、コソボではスレブレニツァの虐殺のような生産なジェノサイド、レープ、追放による民族浄化が起きた。こうした戦争犯罪の一部は旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷で裁かれた。ユーゴスラビアは建国時から各民族が入り混じって暮らし、 第二次世界大戦後に平和裏の移住や民族間の結婚が進んだ。こうした状況下でセルビア人やクロアチア人などが同じ民族を集めた民族国家を形成しようとすれば、虐殺と同化あるいは住民の大規模な強制移住なしには不可能であるにもかかわらず、それを実行しようとしたため、蒸気のような深刻な人道的危機がもたらされた。 また、ユーゴスラビアは国土防衛ドクトリンとしてトータルナショナルディフェンスを採用しており、平時から武器類が自主管理組織によって管理されていたことや、市民がそれらの扱いを知っていたことが、紛争激化の要因の一つとなった。紛争は、各国、勢力間の軍事的勝敗や交渉、合意のほか、北、大西洋条約機構や国際連合の介入により収束した。 ありがとうございます。